そして双方位置を入れ替わりまして第2クォーターに入ります。長崎県立大学自陣23ヤードからサードダウン4の状況で試合再開です。さあ中央突破を図りました。何枠29番密集点をつきましたが、しかし獲得距離1ヤードフォースダウンとなります。長崎大学フォースダウン3の状況、フォーメーションはパントフォーメーションを引きました。ナイスパンパンター2番プレッシャーを追いながら、しかしなんとか蹴り出し、相手陣40ヤード付近のところでボールデッドとなりましたが、ここでイエローフラグ反則が発生しています。先ほどのプレー、ディフェンス側にパーソナルファール、個人的に危険な行為がありました。ラフ行為がありましたことによる反則です。この反則は重大な反則として扱われます。これによりまして、15ヤードの罰則が伴いまして、必然的に長崎大学ファーストダウンとなります。長崎大学攻撃権継続となりました。長崎大学自陣38ヤードからファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ここを長崎大学パスプレーによりまず攻撃の初手を旋回しようとしましたが、そのパスを取りましたのは長崎県立大学6番。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。見事インターセプトを決めましたのは長崎県立大学の6番野本。4回生のプレイヤーがここで素晴らしい仕事をしました。これにより攻守変わりまして長崎県立大学の攻撃となります。ボールオンは相手陣37ヤードから長崎県立大学ファーストダウン10。さあ中央へのランプレー、テイルバックに戻してブラストプレーによって相手ディフェンスを粉砕しにかかりました。キャリア6番、これにより約4ヤードのゲインとしています。キャリア8番は早野、筑紫高校出身の2回生でした。長崎県立大学セカンドダウン6、ボールオン相手陣33ヤード。クォーターバック15番、右にロールアウトしてパスを投じようとしましたが、急遽そこからスクランブル。これによりまして約4ヤードのゲインを果たしています。クォーターバック15番は伊藤、飛騨高校出身の3年生です。
長崎県立大学サードダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣28ヤード、パス成功、ファーサークォーターバック15番、ワイドレシーバー26番にパス、内側に入ってきた26番、見事にこれをキャッチしまして攻撃権更新です。長崎県立大学ファースター、攻撃権更新のパスキャッチをしましたのはワイドレシーバー26番の宮川、豊岡高校出身の4回生です。ここでホイッスル、長崎大学が前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。現在守備で押されている長崎大学、ここで一旦作戦を考慮するタイムアウトを取りました。画面表示チームウェイの下側にあります黄色いバーが双方のタイムアウトの残り回数としてご承知いただければと思います。このタイムアウトによりまして長崎は何らかの作戦を練ることができましたでしょうか。試合再開となります。長崎県立大学相手陣24ヤードからファーストダウン10、前が空いている、タッチダウン。ここで長崎県立大学が選択したのはランプレー、託されましたキャリア8番ハンドオフを受けて中央突破し、そこから右オープンを独走、一気にエンドゾーンを落とし入れてタッチダウン。長崎県立大学6点獲得。このキック成功しまして1点追加、長崎県立大学23点、長崎大学0点となりました。見事タッチダウンを決めました。ランニングワーク8番は早野です。筑紫高校出身の2回生がここで大きな仕事を決めました。そして試合は長崎県立大学のキックオフで再開となります。長崎大学突破口を見出すことができるでしょうか。このキックは外へ出まして反則となります。キックオフのキックボールは外へ出してはいけません。この場合リターンチームは出た位置から5ヤード前進したところからの攻撃か、あるいは5ヤード下がって蹴り直すか、あるいは30ヤードのバッタイとして自陣35ヤードからの攻撃のいずれかを選択できますが、長崎大学どちらを選択するでしょうか。
崎大学、ボールが出た位置から5ヤード前進した地点での攻撃を選択しました。これにより長崎大学自陣37ヤードからの攻撃に入ります。長崎大学自陣37ヤードからファーストダウン10。ここでウォーラーファンブルシェルが抑えたのはどちらか。ターンオーバー。ここで長崎県立大学ランプレーに対してディフェンスが猛ラッシュ。そこでキャリア29番ボールをたまらずファンブルし、抑えたのは長崎県立大学。攻守交代です。長崎県立大学の攻撃と変わります。長崎県立大学相手陣28ヤードからの攻撃に入ります。長崎県立大学ファーストダウン10。なにわ君8番ハンドオフを受けまして中央突破、味方ブロッカーを生かし約9ヤードのゲインとしています。キャリア8番は早野、筑紫高校出身の2回生。長崎県立大学相手陣21ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。パス成功。ナイスラン、ファースターワイドレシーバーに入った8番、このパスを取りましてキャッチアンドランし攻撃権更新としました。長崎県立大学ファースター負傷者が発生しているためタイムアウトが審判団によって取れました。同時にこのタイムアウトをウォーターブレイクとします。タブライク解けまして試合再開となります。長崎県立大学相手陣7ヤードからファーストダウン2ゴール。エンドゾーンまで7ヤードの攻防になります。中央へのランプレー。ここでショットガンフォーメーションからランニングバックに託しまして中央突破、キャリア25番約5ヤードのゲインとしています。25番は水戸倉敷古城池高校出身の2回生。長崎県立大学セカンドダウン2ゴール残り2ヤード。再び中央へのランプレー。タッチダウン。
再びキャリア25番に託しまして密集点にキャリ、突入させて見事オフェンスライン陣のフォローもありましてタッチダウンとなりました。長崎県立大学6点獲得。タッチダウンを決めましたのはランニングバック25番の水戸、倉敷古城池高校出身の2回生です。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ここでオフェンスチーム長崎県立大学に交代班の反則がありました。フィールドの中に10人いたようです。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。これにより5ヤード抜退しトライ4ポイントのやり直しとなります。しかしこのキック見事に決めまして1点追加。長崎県立大学30点、長崎大学0点となりました。長崎県立大学順調にチャンスを生かし得点を重ねていっております。このキックオフリターンで長崎大学その反撃のきっかけを作ることができるでしょうか。さあリターンに入ります。相手タックルをかわしながら右オープンを展開。これにより自陣25ヤード付近の攻撃を得ています。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っております。試合再開となります。長崎大学自陣30ヤードからファーストダウン10。さあ中央をランプレーで突破しようとしましたがキャリア29番その中央に入る前にディフェンス陣殺到しまして約3ヤードロスとなりました。長崎大学セカンドダウン13、ボールオン自陣27ヤード。これクォーターバック18番ハンドオフウェイから自らキープ、左オープンを展開しまして約4ヤード失礼3ヤードのゲインとしています。キャリアとなりました旧クォーターバック18番は柴田、新居浜西高校出身のプレイヤー。
長崎大学サードアンテン。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。攻撃チームは特定の選手以外は揃ってスタートしなければいけません。プレー開始前の1秒間の静止が守れず5ヤード抜体となりました。長崎大学自陣24ヤードからサードダウン15。18番ここでミドルゾーンへパス、これをワイドレシーバー21番振り向き刻まにキャッチし攻撃権更新です。長崎大学ファースター見事パスを投じました。クォーターバック18番は柴田取りました。ワイドレシーバー2番は江口、鹿島高校出身の3回生です。長崎大学ファーストダウン10、ボールオン自陣43ヤード。長崎県立大学ナイスディフェンス。ここでランニングバック29番に託そうとしましたが、それを長崎県立大学66番が見事なチャージで約3ヤードロスに変えました。長崎県立大学66番が高鍵、2年生のプレイヤーです。ここでホイッスル、ここで長崎大前半2回目のタイムアウトを取ります。この第2クォーターの残り時間が0秒になりますと現在のポジショニングは全てリセットとなります。長崎大この攻撃のチャンスを生かしたくここでタイムアウトを取ります。長崎大ここで前半2回目のタイムアウトを使いました。状況はボールオン自陣40ヤード、長崎大学セカンドダウン13で試合再開となります。パス不成功。クォーターバックジャジャン内側に切り込んできた27番にパスを投じましたが、しかしこのパスは不成功に終わっています。ダウン一つ失いサードダウンに変わります。長崎大学自陣40ヤードからサードダウン13。前半残り時間は1分9秒。ここでドロープレーを展開しました。パスに見せかけたランプレーをキャリア29番のトップレックにかけましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースアウト変わります。
長崎大学フォースダウン5、ボールオンは自陣48ヤード、ランプレーでしたので時計は回っております。前半残り時間40秒を切りました。長崎大プレーを展開します。フォースダウンギャンブル、5ヤード前進しないと攻撃権を失います。パス不成功、しかしここでイエローフラグ、反則が発生しています。ここで時間の配分をうまく使いロングパスを投じましたが、この際反則が発生していた模様です。この反則がいずれのチームにあったか、まもなく審判から判定がコールされます。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手選手を接触妨害したという反則です。これにより15ヤードの抜体、必然的に攻撃権更新となります。長崎県立大学ファーサー、長崎大学ファーサーです。前半残り時間16秒で長崎大学ファーストダウンとなります。ボールオンは相手陣38ヤード、エンドゾーンまで38ヤードです。ここでボールファンブル、さあこのボールどちらが抑えたでしょうか。ターンオーバー、攻守交代です。ここで得点をと思ったワンプレー目、ボールをクォーターバック受け損ね、そのボールを抑えたのは長崎県立大学79番、攻守交代となりました。ターンオーバー、79番は小田田、秋南高校出身の3回生がここで大きなプレーを決めました。前半残り時間は11秒で長崎県立大学ファーストダウン10、2ダウン、膝をつきランプレーとしました。時計を回します。このまま前半戦を終了する構えのようです。ここで前半戦終了です。前半戦終わりまして、長崎県立大学30点、長崎大学0点で長崎県立大学リードの状態で前半戦終了となりました。これより両チームはハーフタイムに入ります。この前半戦の状況をこのハーフタイムでお互い状況を確認し合い、反撃の糸口を見出すことができるでしょうか。この両チームの考慮時間に私たちもインターバルを取らせていただきます。試合再開まもなくとなりましたら再び音声を入れさせていただきます。